極端に長いもの、極端に短いものってやはり注目を浴びがちですよね。例えば先日の動画で紹介した日本最短の国道、全長180メートル、学校の運動場を一周するより短いという異常な短さを誇る国道とか一度は走ってみたいと思いますし、日本一長い赤信号、6分間赤信号で待たされると聞けば待ってみたくなりますよね。両極端に位置するものには底知れぬ魅力があるわけです。さて、ここ高知県で極端に短いものといえば、以前の動画で触れた日本三大がっかり名所の一つとして名高い高知市の播磨屋橋レースが、ここ高知には鉄道ファンならぜひ触れておきたい日本最短記録があります。それが駅と駅の間隔が日本一短い区間です。高知市とその周辺自治体の通勤通学を支えている土佐電交通軌道線。高知市内の公共交通は土佐電交通が根幹を担っていると言っても過言ではありません。伊野から高知市、南国市を経て御免に至るまで横に長く形成された市街地をカバーしている土佐電軌道線は、まさに高知市の発展になくてはならない存在です。そんな土佐電軌道線は実はある日本最短記録を持っています。それが駅と駅の間隔です。土佐電御免線の一条橋清和学園前駅間が該当します。路面電車なので正確には電停と電停の間ということになりますが、その距離はなんとたったの63メートル、100メートルもないという驚異の数字です。この距離がどれだけ短いかというと、例えば高速道路を時速80キロで走行している場合、前の車との間に80メートル程度の車間距離を空けるようにするのが一般ですが、この距離よりも短い間隔で駅が設けられていることになります。また一般的な通勤電車の車体長は20メートル前後になっていますので、駅と駅の間が電車3両分しかないことになり、さらに土佐電の電車はほとんどが編成長15メートル未満なので、ホームもそれに合わせて20メートルくらいで設けられています。なので一般的な通勤電車5両分のホームがあれば、一条橋駅と清和学園前駅が端から端まですっぽり収まることになってしまいます。この規格外の短さ、早く見てみたいですよね。お待たせしました。実際にその様子を見ていただきましょう。まずは御免駅電車に乗車し、清和学園前駅、一条橋駅の順に通過します。土佐電軌道線は路面電車なので、降車客がいない場合駅を通過してしまいます。降りるときにはベルを押し忘れないようにしましょう。また線路や車体の整備状況が良くなく、かなり上下左右に揺れるため手ぶれがひどくなっています。酔わないように気をつけてご視聴ください。右カーブの後すぐ見えました、こちらが清和学園前駅です。路面電車の電停ということもあり、かなりこじんまりとしたホームです。で、短い橋を渡った先にもう一つホームがありますね。奥に見えるホームは清和学園前駅ではありません。目と鼻の先にあるこちらがなんと次の一条橋駅です。短すぎでは？土佐電が誇る日本記録、日本一短い駅間。現地を訪れてみると、小さな川を渡る橋の前後にホームが設けられていて、それぞれ違う電停になっているという異様な光景が楽しめます。手前の駅には一条橋、奥の駅には清和学園前という電停表が設けられていて、確かに違う電停であることがうかがえます。なぜこれほど近い距離で駅を設けることになったのでしょうか。一条橋駅と清和学園前駅、先に開業したのは一条橋駅で、1911年に現在の場所、川の東岸に開設されました。その後1985年、清和学園が川の西側に移転してきます。一条橋駅は川の東側に位置していますので、清和学園から見ると川の対岸にホームが設けられていることになります。とすると生徒は一条橋駅で降りた後橋を渡らないといけないわけですが、この橋が問題なのです。
一条橋駅のすぐ横にある橋こそが駅名の由来になった一条橋という橋になりますが、この橋線路側に歩道がないんです。安全に行くとしたら、ある程度交通量がある道路を横断して道路の対岸にある歩道を使う必要がありますが、この場合道路を2回横断することになりますので危ないですし、何より車にとっても邪魔です。であれば、およそ歩行者が通るようには設計されていない車道の脇を通って橋を渡るのでしょうか。まあ無理がありますよね。こういう安全面の意見があったのでしょう。生徒が安全に通学できるよう、一条橋駅から見て川の対岸に現在の清和学園前駅を新設しました。で、先述した通り、一条橋駅と清和学園前駅はたった幅60メートルしかない川の両岸に位置していますが、歩いて対岸の駅にアクセスするのはちょっと面倒くさい構造になっています。地域住民から一条橋駅を廃止されると電車に乗るのに不便だ、一条橋駅も残してほしいという要望も出ていたので、一条橋駅はそのまま残すことにしました。隠してたった63メートル先に隣駅があるという異例の短さで駅が隣り合う形になったのです。では実際にこの2駅を移動してみて、それにかかる時間を比較してみましょう。駅間の移動時間は片方のホームの先端を過ぎてからもう片方の駅のホームに差し掛かるまでとします。それではまずは歩いて移動してみます。大げさに表現すれば駅から駅まで歩くと言えますが、実際のところは橋を渡っているだけです。駅を越えたところからスタート、一条橋の脇を通って清和学園前駅を目指します。結果、一条橋から清和学園前までの所要時間はたった35秒、1分を切るタイムとなりました。空だって小さな川に架かった橋を渡っただけですからね。この区間では電車の運転間隔がだいたい15分に1本なので、電車1本を逃すと駅と駅の間を15往復すれば次の電車が来るという目安のタイマーとして使えそうです。では続いて電車に乗った場合、一条橋と清和学園前2つの電停に旅客がいることは稀というか、2日に分けて取材しましたが、両電停で1人しか乗り降りがなかったので2つの電停間を通過するタイムを競います。だいたい8秒という結果でした。ここでふと疑問が浮かびます。つまりこれ、電車は63メートルを8秒で走っているわけですが、この速さだったら走った方が速くないかと、学生時代の50メートル走のタイムは忘れましたが、8秒もかかっていなかったはずなので、全力疾走すれば電車より速く走れるはずということで検証。電車がホームを出た瞬間、スタートです。精一杯の全力で走ってみますが、やた鉄遅すぎ。結果、電車がわずかに先行する形で一条橋清和学園前電停間63メートル走、電車に敗北です。ちょっと最後に無駄な茶番が入りましたが、以上、日本一短い駅間のご紹介でした。高知市内から電車で1本、気軽にアクセスできる高知県の珍しい観光名所、ぜひ訪れてみてください。ほなまた。